偏差値に人間どうしたアクト乗せと持ちとレイ、皆さん偏差値は知ってますか？知ってます。はい、まあね、学力を測る数値なんですけど、はい、偏差値2っていうのはものすごくバカです。そうですね、バカっておもろいんですよそうですね、そうだね、バカってめっちゃおもろいんですよ、うん、もちろん頭がいい人の面白さもあります。知的なね、そう、知的な面白さももちろんありますけど、僕らはね、知的な面白さは無理ですそうですね、ま、人間はですね、自分のレベルを上げることはなかなか難しいんですよ、うん、ただ、下げることはできるはず。なるほど。で、なんで今回は皆さんに偏差値になりきってもらって、はい、もう簡単な問題を解いてもらいます。なるほどね、おもろい回答が来るのを期待しています。なるほど、いいやないかいというわけで、今回は偏差値になりきって小学生の問題を解いていく大喜利をやっていきたいと思います。やっていきましょう。あ、はい、第1問、はい、10足す2は、おお、もう自分が偏差値2で学校のテストを受けているということを仮定して書いてください。できましたか？できたー。はーい、あー、レイくん10足す2クレーバー、10足す2クレーバーのせくん、うん、お肉おーもちくん18 10足す2で引っ張すんそれいらんだのせくん正解。いやいやー、いいやー、なんでもいいやん本当だよ、一番最初に思いついたこういう系のやつ、やばお前。第2問、はい、はい、犬も歩けば、おお、お前の犬のイメージそれなんか、ずっとそれは天才の挙動なんだよ。こうやって学校でこうやってやってるやつが将来なんか事業を起こしてソフトバンクを作る損やできましたか皆さん。はい、できました。じゃあもちくん、犬も歩けば僕も歩く。えぇ、うぇ、ん、なんで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 じゃあ、のせくん犬も歩けば12レイくん、あ、お散歩、お散歩、あちゃんみんなお散歩、にゃみにゃむ、かわいい、テクテク、テクテク、かわいい、テクテク、あの、偏差値にはガキじゃないですからね正解はのせくんじゃなくて、レイくん正解。バカが公表しますとマジかよ、あの、犬も歩けばお散歩なんですよ。そう、あ、当たり前のことを書いてくれたからになんですよね。第3問、水の元素記号は、偏差値を落として頑張って。ダメだー、ちょっと本当にダメだ、に考えな、感じろ、早くしろ。じゃあ、のせくん、水の元素記号は、これです。何する、お水、お水です。じゃあ、もっちくん、はい、水の元素記号は水じゃあ、れいくん、水の元素記号、川、川、川、水って言ったじゃん、水、水って言ったじゃん、水は川から来ている、おめ、お水って言ったじゃん水、川、のせくん正解。じゃじゃーん偏差値にってなんだよー、もうマジで考えちゃってよ、これは。川はね、そのさすがに偏差値にでも記号は理解できると思うんですよ。確かに。で、水は廃れた水族館の園長が答えそう確かに偏差値5です第4問、はい、都道府県を4つ答えなさい。なるほど、よし、俺書くかんな、先に。かぶんなよ。書いたもん順でいこう。俺書くなよ。かぶんなよ、かぶんなよ。みんなできたかな？できたー。できたー。じゃあ一番早かったのせくんから、都道府県4つを書きなさい。都道府正義。都道府正義くんです。大喜利やん。都道府正義。それは大喜利やん。意味がわかんないんだよ。都道府正義。
じゃあ2番目に早かったもっちくん、はい、都道府県を書きなさい。はい、公園、イオン、ダイソー、ディズニー。ありえそうです。おもれ。これ秀逸だわ。マジでおもろい。偏差値じゃ秀逸。おもろ。じゃあ最後、レイくん、はい、都道府県4つを書きなさい。東京、沖縄、北海道、牙。牙すぎ。滑舌悪いんじゃなくて牙だって認知。ちゃんと牙って書くな。牙崩れてった牙崩れたあぶねー、完全に崩壊した。偏差値2ですよね。うん、レイ君正解。やったー、マジか。偏差値2だろ、こっちの方が。俺こっち派だった。これ秀逸でよ、これは。あのね、2だとしても都道府県はちょっと分かると思う。分かるよ、そこが大好きすぎた。最終問題です。はい、漢字の問題です。はい、三髄がつく漢字を書いてください。おお、もうちょっと地獄に落ちるよな、これ本当に。もうマジで恥ずかしい。かもできたかな。できた、できた。じゃあ行こうか。じゃあもっちくん、はい、三髄がつく漢字を書いてください。三髄何それ、何これ、何それ、どういうこと。解説欲しいもん、さすがに。三本三髄。ゴリオスな、ゴリオスな。終わった。じゃあ野瀬くん、三髄がつく漢字を書いてください。はい、心臓。どういうこと。書いてるし心臓から。じゃあレイくん、はい、三髄がつく漢字を書いてください。はい、遊ぼう。いいよ、何する。どういうこと。どういうこと。本当に怖い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 。誰でしょ、これ。誰持ち。三蔵。三蔵かよ、絶対心臓からパクっとる。三蔵って何ってやつ、あの漫画描いちゃうパターン。あー、全員正解。やったー。